村松文彦は日本のフラワーアーティスト、IF フローラルデコ取締役、村松園芸代表取締役、静岡県出身、大型。静岡で村松園芸を営む両親のもとに生まれる。小学生の頃は絵が得意でコンクールで賞を受賞したことがある。園芸店は朝も早く両親の苦労や大変さをよく知っていたため、 もともと花にやりがいを見出せず、授業を継ぐ意向もなかった。高校から芸術系の勉強ができる東京の玉川大学の付属高校へ進学するため、上京した。玉川大学では芸術学部で日本画を専攻していた。大学時代にアメリカへ留学をする。この考えは両親に反対され、学費を出してもらえず、コツコツ貯金し、300万円ほどため、 自費で留学を果たした。留学先で語学スクールに通いながら花屋でアルバイトをしていた。アメリカでは日常生活の中で頻繁に花を贈り合う文化があり、その違いに衝撃を受けた。語学学校の知人で言葉が通じないアラブ人の男性とメキシコ人の女性がいた。男性が女性に花を贈ったことをきっかけに二人は誰もが 羨むカップルとなった出来事をきっかけに、花は言葉を超える世界の共通言語だという思いを強くした。アメリカ、ヨーロッパで修行を積み、1974年、シカゴアメリカンフローラルアートスクールを卒業。親の既得という嘘で留学先から連れ戻され、家財道具もそのままに留学を終えることになった。世界の花文化に触れて、帰国してから、 様々なコンテストに出る準備を始めた。池花の三大流派である池の坊、草月流、小原流も学び、日本文化も表現できるフラワーアーティストを目指した。台湾、韓国、タイなどアジア各国でフラワーデモンストレーションを開始。1989年長野五輪表彰式用ビクトリーブーケのデザインを担当。国際演芸博覧会における 活動1998年、長野オリンピック出展、IF フローラルデコ展覧会。ありがとうございます。